さてじゃあ続きをやっていきましょう。今回はアンテイク救出ですね。で前回コクリア襲撃のメイン眼帯をやったんですけど、再度ハトと再度青霧が登場しています。こちらの方はですね、まず、追憶のメインを進めていって、終わったら順次上げていこうかなと思います。じゃあ今回はアンテイク救出の、メイン眼帯ですね。アンテイクが CCG に、襲撃されることを知ったカネキ、彼はアンテイクを救うために立ち上がる。アンティークの店長や仲間を助けるためにやってきたカネキ、 CCG の猛攻をかいくぐり仲間を助けるために奮闘する。やっていきましょう。なかなか難しそうですね。コクリアでの戦いは青霧の木、 CCG ともに被害を出しながらも終結する。フクロウというグールによって助けられたカネキ剣も一時の落ち着きを取り戻していた。時を同じくして CCG ではフクロウに関する重要な作戦会議が行われていた。フクロウはトリプルエスレートの最強と謳われたグールで、 CCG は過去何度も新鮮さを舐めさせられていた。そのグールの正体がカネキが働いていた喫茶店アンテイクの店長であることにたどり着いた CCG はフクロウ討伐作戦を開始しようとしていた。かなり漫画では熱いシーン。続いてのニュースです。来たね。CCG 本局が20区全域を特別警戒区域に設定。とある喫茶店を攻撃目標とし、今にも突入しようとしています。この、渋谷のスクランブル交差点のツタヤのところのでっかい、電子版だと思うんですけど、銃像のね、投げた紙飛行機が飛んできて、その紙飛行機を目で追ってると、たまたま目に入ったニュースが、アンテイクが CCG に、襲撃されるフクロウ討伐作戦だったというところで、衝撃を受けているカネキですかね。クソ冴えない面しやがって。西尾先輩。なあカネキ、お前がそれやる必要ないんじゃねえの。行かせないよ。月山さん、あの数が見えないのかい。カネキ君に何かあったらどうするんだい。危険は承知の上です。だったらここで死にたまえ。君の目は節穴か。あれほどの戦力では築山家の力をもってしてもどうしようもない。五将だ金木君、行かないではくれまいか。築山さん、ごめんなさい。止めに来てくれてありがとう。でも何もできないのはもう嫌なんだ。名シーンですね。ここも本当に築山が好きになるシーンであり、この何もできないのはもう嫌なんだというセリフがですね、かなりしみる、シーンではあると思うんですけど、さてここからアンテイクに向かって走っていくんでしょうか。道中かなりですね、敵の数が予想されるんですけど、やっぱり、ここで戦うって言ったら最初に浮かぶのは彼ですよね。アモンさんだと思うんですけど、さあ来るのか。ルート A なんで来ると思うんですけど、まあ本当はね、イルミさん、コマさんがいたらよかったんですけど、いないみたいですね。慎重に進もう。慎重に進もう、うん、俺に慎重という言葉はない。正面突破、食ってみろよ、食ってみろよ。ここはこう、はい、強いね。やっぱりこれが強いんだな。ただ HP の減りには本当に気をつけないと。あぶね、回復できる量にはね限界があるんで、 HP の赤ゲージまで削られちゃうと回復できなくなっちゃうんでね。まだ赤ゲージが残ってる時は自動回復があるからいいんだけど。半殺しだ。さあこの細い路地は攻撃しやすくていいね。
とりあえずここでスキルを打ってしまいましょう。スキルを2本貯めると本当に覚醒ができて、しばらくの間かなり、連発して攻撃。うわめっちゃいる、びっくりした。慎重に進もうって、ここ一本道だから慎重もクソもないんじゃないのかな。半殺しだ、これいいね。この三角と丸のユニークアクションを使いこなして、おっとこいつ硬いね。やっぱ盾持ちはなかなか硬いですね。追撃できる？できないね。さあじゃあちょっと慎重に進んでいこうかな。一応ね、こっちだよみたいな矢印あるんだけど、こっち、あやべ消えちゃった。ここに回復薬あるね。おっといたぞこっちだ。あー閉じ込められるパターンね。なるほどなるほど。ここはこの三角のスキルを連発すれば、どん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 敵がこの通路に入ってきてくれるから、こういうことで、あやべアクションのゲージがなかったな。まあこの射撃モードも使っていってもいいかもな。この一本道なら当てやすいと思うわ。いいですね。これヘッドショット判定とかあるんだろうか。やばなんだ、ああれ追撃できる、追撃しよう。よいしょ、ほいほいほい、かわしてかわして、ああそうそう、このドラム缶はですね爆発するんですね。気をつけないと。まあ、爆発するドラム缶は光ってるんで、あこれ爆発するよみたいな判定、多分あれ爆発するんだよな。やっぱりね、なかなか吹き飛ばされるしダメージも大きい。敵の懐入り込んで、よいしょー、吹き飛ばして追撃をしていく。じっくりじっくり確実に進んでいこう。あ上にいるな。なかなか硬いぞあの職員。オッケー倒せた。右はどう？右に回復薬あるな。回復薬はちょっと最後に取ろうか。ここにいる敵を一気に吹き飛ばす。よっ！オッケー。上に CCG が。くそ、上のやつ。なかなかね、この難しいエイムが。何？ CRC ガス？グレネードか。捜査官はね、いろいろ投げ物、グレネードとか、焼夷弾とか持ってるんで、あここドラム缶があったらうまく使えばよかった。1000-7。うまく進んでいきましょう。おっと中ボスチックのやつ、あー挟まれてるね。いいのかい、俺を挟んだところでカグネでのこの吹き飛ばしが、ほらなかなかひるんでくれないんだけど。あーここ狭いからカメラのアングルがあれだね。さあゲージ、覚醒ゲージ2本目溜まりつつあるけど、一回この使いたいね。どんなもんか、いつもね1個目の必殺技使って終わっちゃうから、どんなもんか使いたいね。おあいつも追撃できるな、やっておこう。とどめです。刺して、あーガードしてくるね。おっと誰か出てくる、それともギミックかな。あ上に登れってことか。出口はどこだろう、上にあるのかな。やばい、追撃できるかな。追撃をして OK、 こいつも追撃できる、できるね。とどめ刺して、これ追撃しないで放置してたらただ単に消滅してくれるんだろうか。おこいつのなんか家具ね、おしゃれだね。赤と紫って分かってるじゃないか。黙って聞けよ。話してる。んで矢印的にはこっちだけど、あここね、ここに登れってこと、ね、登ります。やばい、なんかサイレン鳴ってる。サイレン、半殺しだ。おらよいしょ、相手ボスが出てきた時にあれだね、この覚醒ゲージ2本分解き放したいね。ここかな。お開けた場所に、うわーすげえいる、しくったな。この盾持ちが厄介。おおオッケー、これがある、これがあるから追撃して、これあれかな、最後の、よいしょ、盾持ちなかなか、お届かない、よいしょ、オッケー、覚醒ゲージマックスになったね。どっかでボス出てきてくれないかな。食ってみろよ。1000-7は。さあランクは C から、お一気に A に上がったな。
覚醒ゲージが溜まると体に。コマさん出てくるじゃん。プレイヤブルキャラクターで出してよ。守り抜く。プレイヤブルキャラクターで出してほしかったな。よいしょ。ここファイヤーマインド壊すシーン、いってー、めっちゃ吹っ飛んじゃった。ちょっと使ってみようか。あ、待って、しくった覚醒は R3 だった。あー、一本使っちゃったよ。まあいいや、覚醒は R3 だったのにな。ミスったな。よいしょよいしょ。エリート操作官、しかも準特等っていうねなんか特等と準特等の安売りしてない前回もさ倒したの。よいしょ。これクラなんですけど、野菜スティックにしか見えないんですよ。追撃。おわ、上にいるね。これ上がれる？上がれない。お、コマさんが上がってくれてるわ。降りてくんかい。降りてくるんかい。よいしょ、落とした。上にいる奴らがなかなか厄介。やっぱ、あれだね、うかく持ちは、うかくクイーン気持ちは、これ難しいんだよ、本当に。なかなか照準が合わなくて。そこか、上がっていこう。悪く思わないでミッションクリア。いやー、いいね。ボイスはないと。探さないと。さて、あ、これ、このモニュメント。あれなんだよ、20区だったんだね。アンテイクの襲撃のあれか。袋討伐作戦の20区のモニュメントだったんだ。これなんかマルチプレイヤーであのマップがあるんですよね。次はイリミさんか。コマさんってあれなんだね、イリミさんのことをカヤって呼んでたんだね。さあ、八川いるのかなあ、赤い光が出てる。あそこが目的地かな。まずい。スルーしてもいいんだろうか。でも倒さないと。敵を排除しろ。入り向かえ、元へ向かえ。まあ幸いこの防具がついてない敵は吹っ飛ぶんで、これで7は、こっちだね。矢印がついてるのはこっちだから。うわ、ここすげえ敵いそうだな、このテント。拠点か。ベースキャンプかな。ベースキャンプっぽいね、ここ。うわ、めっちゃいる。やばい。あ、爆発に巻き込まれ。よいしょ。こいつらがなかなか厄介だから、スキルで倒してもいいけど、多分これでいけるはず。よっ、ガードしてくるね。よいしょー、いいね、いいね。相手の攻撃してくるタイミングで吹き飛ばしよう。追撃をして、しっかりと自動回復の速度を上げていく。黙って聞けよ。よし、OK。あ、死ね。こいつなかなか耐久値がある。見込みがあるな。んで、どっちだろう。こっちではないか。ここ看板立ってくれないと。このボンバーマンみたいな、こっちか。ボンバーマンみたいなステージ。上に上がって、よし、オッケー。ああ、ここやばい。よいしょ。よいしょ。盾持ちはなかなかきついな。オッケー。あそこで追撃できる。こいつらは盾を持ってるだけで、なかなか反撃はしてこないな。ほんと近づいて、じっとしてるとそれはやってくるけど、基本的に向こうから攻撃してくることはない。ある程度の距離がある。優先順位は低いのかもしれない。さて、こっちだね。回復薬1個ある。これ、後ろから近づけばなんか確定アクション。あ、待って、これいつの間にか。おっと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 、タイマーがついてるじゃん。いって。こっち。いててててて。
自動回復上げて、こっちだよね。あーだら、落とされちゃった。おっと、まずい。グラモさんもいるのか。急いで。これね、金木くんかわいそうね。そんなに強くなっちゃってみたいな信念、でもそうするしかなかったのにみたいな。しみるな。やっぱアンテイク編はかなりもう漫画でも、もう無印の最高潮に熱かったとこだろうな。 RE 入る前どうなるんだこれ、東京グルどうなっちまうんだみたいな。黙って聞けよ。話して悪く思わないでください。君はパンコで決める。これで決める。ドカーン。オッケー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 。必殺技フィニッシュで追撃と。いいですね。よし、まだ残ってるんだけどこれはバグではないよね。さてお次は来るんでしょうか。ついに。さあ道路、見覚えのある道路ですよ。まさか、え、今バチバチって。うわー、袋を打ち取ったぞ。あ、ってことはいるね。こちら第4体アモン、眼帯と遭遇、任務を遂行する。通っていいですか。ああ、ダメだ。お、アモンつぶらな瞳だねかわいい、かわいい瞳をしてるね。おっと、やばいね。これあれなんだ、あ、道島会じゃないんだ。おいおいおい、よいしょ。黙って聞けよ。もうガンガン攻めていくよ。射撃モードもしっかり使って、あー、あんまひるまないな。いててててててて、こんなこと言ってたか。新しいボイスだよねこれ。熱い、新ボイスは熱い。回復薬取ろうか。いや、まだいい。やば、外しちゃった。それはまずい。吹き飛ばそう。いやー、まだスキルを使う場面ではないかなと思ったんだけど。で、回復薬を取りましょう。来い、よいしょ。ガードしてるときにスキルで吹き飛ばすとあいつの体勢が崩れやすいみたいな。いってー、そのカウンターやばすぎ。いや、アモンさん硬いし。やばい、スキルくる。あぶねー、よく避けた。分離だね、分離クラだね今のスキル。あ、外しちゃった。いやー、ファン殺しだ。うーん、スキル打ちたいな。必殺技打ちたい。オッケー、追撃来た。追撃して自動回復力を上げていく。聞いてもいいですか。アモン光太郎だ。押し通せ。出会い方さえ違った。あー、ゆっくり話してみた。やーべー、回復薬取りたいな。あそこの、あそこの回復薬ロック外して。オッケーオッケー、回復薬取れればまだまだ死なずにいけるはず。やばい、来る。あぶね、今ここでスキルを打って一気に畳みかける。ドカーンと詰めろ。詰めるんだ。オッケー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 。あいつがあれだね、柵を乗り越える瞬間
吹き飛ばして柵の向こうにアモンを追いやって、アモンが柵を乗り越えてる瞬間に若干スキルっていうか隙が生まれる、若干じゃない、めちゃくちゃスキルが生まれる、スキルが生まれるじゃない、隙が生まれる。あーあいつ常にガードしてくるな、やばい。もう回復薬切れたか、いいね。お前のスキル、いやスキルじゃない、必殺技は避けれるぞ。射撃モード使って当たる、やばい来る、やばい、行き止まりか、今だ、オラオラオラ、引いてヒットアンドウェイ、オッケーオッケーオッケー、戦いの基本だな、ヒットアンドウェイは。ドカン、よし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 、あー空中でぶった切れんだ、つれーやばい、あーやば、あギリギリ吹き飛べ、オラくそ、もう HP ゼロじゃん、もう HP ゼロじゃん、来い、よいしょもう HP ゼロじゃん。ここのスキンも用意してほしかったな。何もできないのは意外と難しいんだな、コーヒー入れるのって。よ、カネキ。ヒデ。長近秀吉、秀は僕の幼馴染で親友だ。小学生の頃、一人ぼっちだった僕に声をかけてくれた。友達になろうって笑いかけてくれた。君がいつも笑顔でいてくれたから、お母さんが亡くなった時も寂しくなかったんだ。グールになって青霧の木に入って、君にはもう会えないと思ってた。会えなくてもいいとも思った。どこかで君が変わらない笑顔をたたえてくれているなら知ってたんだ、お前のこと。金木、あんまり一人で背負いすぎんなよ。お前昔っからそういうとこあっから。ヒデ、ちょっとだけ、どうしこいちまってな。このシーンあれだよね、あのヒデをお姫様抱っこして、CCG の、ところに届けるシーンなんですけど、結構長かった思い出がありますね。まあでもアコースティックバージョンのあのアンラベルが、流れるんで、かなり、心に来るものはあったんですけど、有馬と戦うのか、これ原作、原作じゃないわ、アニメでは、イグザかな、イグザのクイーン系ボックスがですね、ガチャっていう開ける音をして終わるんですけど、ありそうだね、あるんだは、消えた、うわ、なんだこいつ消えたと思ったら後ろに回り込む、嘘だろ、これはやばいかもしれんぞ。いや俺の射撃とかもうそんな火じゃねえだろ、マジ。いやーそれ強すぎんか、ちょっと待って、それは来るな、分かった分かった分かった、消えた瞬間に来るぞ。ちょっとあれだね、
火薬取ろう。いやー射撃それもあんのか。エナジーボールみたいなの飛ばしてくるだけじゃなくて一直線に飛ばしてくる。それやばい。あー近づいてこないんだね基本的に。しかも歩いてしか近づいてこないし、瞬歩か歩くかみたいな。敵の出方を見たいけど、見てこの BGM よ。もっとこう重い BGM かと。おっとっと、とりあえずこれでヒット&ウェイで多分来る。めあーそっちか、どっち側にさ、やばい。いやそこ危ね、どこに飛んでくるか分かんないんだよね。来る。いやーやばい、ステップのさあれがあれだな、来た時にステップしてかわすしかないな。ステップステップでかわしてるとスタミナがなくなっちゃうわ。あいつが飛んできた時はチャンスのような気がする。危ね、待てよ、慎重に行け、慎重に行け、慎重に。俺が攻撃しないとあいつ瞬間移動してこないな。詰めろ、今だ。よいしょっと、オッケー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 。いやーこいつ、いやー当たるか。当たれ、ドカンと。おっきょ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 。いやダメだ、後手に回っちゃう。出方を見る。うわお、仕掛けないと。先制攻撃、不意打ち。原作か、熱すぎるこのゲームただのアニメに沿ったゲームじゃねえ、今までのアプリと違う熱すぎるぞ。いやーめっちゃ切られる。お前そんな連撃もあるのか。今のが弱攻撃だろうな。ちょっとステップのゲージを回復しよう。追撃入れれたらいいんだけど、今だ。なんだ、あ瞬歩で俺より離れるっていうのもあるんだね。これ負けイベントか、そんなことね。いやちゃんと削れてるから大丈夫大丈夫。アクションのゲージをうまく維持しつつ、いややばい、よいしょ、うまく維持しつつ、あれもステップ1回で受けれるな。なんだ今なんか変なモーションしたな。限界を引き上げればいい、簡単だ。やば、2発3発、ちょっとロック外そう。ロック外して一気に近づこう。今だ。えうわちょ待って、何その連撃。今だ、よいしょよいしょ、ザクザクザク。うわーあいつひるまないのか。回復薬ない、どっかに回復薬あった。回復薬取って2発3発4発目は来ない。 OK 来るね、来た。 OK 回避は1回でいける。1発2発3発でここでもう1回いける。かいやーそ、2発目来る、3発目来るか。あー来るね、来る。 OKOKOK、 もう1回、もう一回、やばい来る、やばい当たる。うわマジかよ、もう一回来るか。その不規則な攻撃、 OK、 めっちゃ今のうまかったなあ。来る、一回もう一回来る、 OK、 今だ、よいしょ、一回来る、もう一回来るぞ。ここで連撃を入れて、オッケー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 。1回2回3回、ここで連撃どん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 で、もう1回入れる、オッケー。やばい、うわーそこでステップの方向間違えない、くそくぅ。1回もう1回来るね、あれ来ない。1回2回3回じゃ弱攻撃、いやーあのストレートの飛んでくる、うわ雷撃が、待って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 、危ねえ、雷撃がなかなかきついね。 OK、 ザク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 、もう一回いける。若干食らうか、押せるか。んどこ行った、どこだ。あいつイグサは出してこないのかな。一応14でさ、 V14 でイグサで頭ぶち抜かれるシーン、あそこ OK、 半殺しだ、いいね。
1回、2回、3回からのザクザクザクからの1、 OK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 、 1回、慎重にいけ、1回、2回、3回からのスキル、三角からの丸スキル、いやー、やられちったー。まあでも一応3機あるからね、まあ談話したくなかったんだけど、いった、嘘だろ、リスキル行って、おい、なんだこれ、いや全然当たんない。オッケー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 。あれにイグザがあったらやばかったな。作戦区域におけるグール殲滅率 99%。これをもって今作戦を終了とする。一応ランクは S プラスですね。これトリプル S とかあるのかな。はい、まあ報酬はこんな感じで、まあこのクイーン結構、何に使うんだろう、スキルの解放とかかな、マルチプレイヤーとかで、自分のキャラ設定して、そのキャラの設定してクイーン系とか設定したカグネにですね、いろいろ付加効果みたいなのをつけれるんですけど、それの解放とかをしていかなければいけないみたいで、まあこの素材をですね周回して、貯めていくっていう、ことを、しなきゃいけないんですけど、まあ別に渋くはないのかな。というわけでですね、今回はメインの眼帯ですね、アンテイク攻防戦ん、なんだっけわかんない、まあ今回は、有馬気象と戦えるとは思っても見なかった激アツでしたね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。